大です。翔也です。ケンジです。ベゴです。ギュ。本日の企画、短所は長所ゲーム。トリュートってなりますよね。いや思ったんですよね。この車運転しながらしてる時も。短所は長所だ。長所は短所だ。短所は欠点みたいなイメージあるけど、それを今度長所に変えていこうっていうゲーム。最初の人がパンパンのリズムで例えば時間を守らないっつったら、パンパンで次の人がそれを長所に変えるっていう、時間を守らないでいったら、まあ、自分の時間を大切にしているみたいな、ね、そういう感じでで言って、うん、その長所に変えた人が次に短所を言って、お題を出して、回る感じね。とりあえず目標は2周、はい、2巡ね、こう回れたらいいかなと思ってます。はい。スーパー、リゴスーパー、キュー翔也から始まる長所は短所ゲーム、イエーイ。カットでカット。せーの、短期。真剣。臭い。いろんなもん食ってる。顔でかい。栄養がやし育ってる。頭ハゲ。はい、ダメ。ちょっと待って、ちょっと待って。ダメ。やば。ブズ。ハゲはやめよ。頭がハゲ。それ長所に変えれば何になるの？なんだろう。男性ホルモンすごい。お前長所か。長所。ヨーロッパでも、まあ確かに。ヨーロッパでもってみて。でもまあこんな感じにね。やってくるかもしれない。全然出てこない。出てこない。長所を言う。ホルモンやめろ。ホルモン。そんな長所。あ、長所。それではホルモンから始まる。いいじゃん、ホルモンでしょ。やかましいわ。ダンホル。それではダンホルから始まる。短所長所ゲーム。せーの。うるさい。天気がいい。足が臭い。汗をかきやすい。ちょっと待って、それはダメでしょ。代謝がいいって言うよ、代謝がいいだから正解だって。誰から始まるんだ？手柱から始まる短所は長所ゲーム。イエーイ。せーの。脇が臭い。散らかしてるよね。あ、ちょっとどういうこと？脇が臭い、散らかしてるよね。いや、もう終わったって自分の中でなって、もう言葉も何も出なかった。誰から始まるんだ？誰から始まるんだ？ダンホルから始まる？短所、長所ゲーム！せーの！頭悪い。いろんな、あれだよ。あれだよ。お前じゃ頭悪いの？頭悪いって何？短所。長所。頭悪い。見てますか？まあ、捉え方にもよるよね。人生いいじゃん。なんで今出るの？誰から始まるんだ？何が多いんだよ。ポンコツから始まる。ポンコツから始まる。ポンコツ。誰から始めるんだ？誰から始めるんだ？ポンコツから始まる？短所はチャンスゲーム！せーの。息が臭い。コーヒー飲みすぎてる。おお。鼻毛が出てる。自然を大事にしたい。足が遅い。ゆっくり人生を歩んでる。携帯見すぎ。それだけ自分の時間を大切にしている。勉強ができない。勉強してない。足うるさい。足多いね。二巡だったよ。でもところどころえってなったよね。あったよ。まずコーヒー飲みすぎ。それ長所かな。コーヒーが好きなのよかった。そう。始まるんだ。誰から始まるんだ。ダブルから始める。短所、長所ゲーム。せーの。いびきがうるさい。めっちゃ寝てる。私服ください。ファッションセンスがない。ディスにディスを重ねました。あなたもディスにディスを重ねました。なんでそういうあれでしょ。短所ってことは。
の別にの。え、別に長所じゃ。そう、短所だから。ファッションセンスがないという長所。それを長所と言うの。うん、え、だったらそのえ、それ長所なの。何なのじゃん。ファッションセンスがないは何なの。私服がダサいってことは、それ以外にたくさん趣味があるとか。誰から始めるんだ自己中、リーダーシップがある、寝不足、すげえ遅くまで仕事してる、部屋汚い、それだけ他のことに集中している、夜が嫌い。ペコパ、いや、そういう自分も悪くないだろ。人の話を聞かない。自分の世界観を大切にしてる、そういう君って好き。激しいやばい。人生踏ん張って生きてるってことは、そういう人生も悪くないだろ。いやーやばー、長かったー。ペコパ、ペコパにサンキュー。ペコパが。ペコパを意識すればよ。そう、ペコパを意識すると、うん、上手くなるっていうコツをつかんだね。マジでやっとこいっすよ。ただそのなんだろう、やっぱ難しいからね、うん、そんな違うだろうと思ってもね、うんうん、許してください、本当に、うん、それは勘弁してください。これからちょっとたまにね、いただければいいかなと思って。そうそうそう、なんか勉強にもなるよね、こういうのって。そうだね、うん、人生のあれだね、道徳的なね。そうなるほどね。チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。以上、ベイボでした。